こんにちは、広瀬真希です。今日はこの間湯田中温泉に温泉まんじゅうを買いに行った時に道の駅で見つけて買ってきた信州山の内さんのそば粉 100% を使ってそば粉のガレットを作りたいと思います。ではまず分量からです。そば粉を 60g 測ります。60ぴったり。次に薄力粉を60測ります。そば粉をグラムを測ったら合わせて別のボウルにふるいにかけていきます。先に混ぜといた方がいいかな。先に軽く混ぜ合わせふるっていきます。これがいい。次に別のボウルに L から LL サイズの卵を1個割ります。卵を割ったらお塩を少々、1つまみぐらいです。それからお水を 130cc 入れます。次に八ヶ岳乳業酪農家牛乳を 130cc 入れます。そしたらまずよく混ぜ合わせます。よく混ざったらここに先ほど合わせた薄力粉とそば粉のミックス粉を入れます。次にオリーブオイルを 10cc 入れます。全部入ったらよーく混ぜます。生地がよーく混ざったら冷蔵庫でラップをして約30分以上休ませます。生地を30分以上寝かせたのでこれから焼いていきます。フライパンに火を入れてバターがないのでマーガリンで、よいしょ。これをペーパーで伸ばしていきます。では入れます。飲もうか。
構とろみがすごい。よいしょ。なんか。そしたらフライパンを回しながら生地を広げて弱火で焼いていきます。生地の縁がめくれてきたらひっくり返してもう片側も焼きます。あっちよいしょ。でひっくり返してからちょっと待って、生地を焼いている間にハーブソーセージ、今日はこれを使います。これを2枚半分に切りました。それからかけちぃ、これを用意してあります。どうかな、これでもう一度ひっくり返します。そしたらここからが忙しい、真ん中にチーズを乗せます。チーズはたっぷりめで、こんなもんかな。ここに卵を落とすので真ん中に穴を開けて卵を入れます。よし。でチーズに白身が混ざるように少し広げます。いい感じ。チーズもうちょっとあってもいいかな、入れちゃおうか。よいしょ。その上にハムを置いていきます。はい、これで蓋をして少し蒸し焼きにします。蓋をします。オープン。あ、いい感じ。チーズが溶けてきたら、よいしょ、縁を畳んで、どうかな、ここでいいか。よいしょ。さらに蒸し焼きにしていきます。開いてきちゃった。よいしょ。よいしょ。わあ、すごいガレットできた。初めて作った。はい、これで黄身にもうちょっと火が入るまで焼いていきます。ポイン。あ、オープン。わあ、いい感じ。できたできた。はい、ではお皿に取ります。黄身がプルプルで完成です。完成です。できました。信州の山之内産そば粉 100% を使って作ったそば粉のガレットです。いい感じにできました。それでは早速いただきます。
どうかな。こういうのってさ、食べたことがないからどっから食べていいかよくわかんない。熱いかな。なんかね、そば粉のすごくいい風味がしています。焼き色がちょうどいい感じ。熱いかな。うんうんうん、生地がもっちもちで美味しいです。うん、チーズもいい感じ。あ、いけない、黄身をつけるの忘れちゃった。もう一口食べてみる。これこうやって食べるんだよね、きっとね。黄身をほら、あ、いい感じいい感じ、割ってつけて、よいしょ、こんな感じ。うん、おいしい、うましら、うん、こんなにおいしいんだ。大成功、庄司くんも大喜びです。ちょっと待って、今日は温泉まんじゅうが食べたくて、この間湯田中温泉に行った時に道の駅で見つけた信州山の内産そば粉 100% を使ってそば粉のガレットを作りましたの紹介でした。さよなら。これ美味しい。そば粉ってさ、なんだっけ、血糖値をの上昇を抑制するんだっけね、ジョシュ君。なんか確かそうだよね、健康志向。これなら庄司君も安心して食べれます。やったね。うましら。さよなら。